マダム、ご用でしたら伺いましたのに。無事のようね、クライブ。さっきうちの店にシドとお嬢さんが来たの。この先の教会に来るようあなたに伝えてくれって。わざわざそれを言いに。ありがとう、イサベル。それで立ち犬のことなんだが。あの子のこと何か分かったのね。そうだったの。立ち犬はもう、娼婦と兵士の仲がこじれるなんて本当によくある話よ。ただ二人を知る人の心に傷が残るだけ。この櫛が彼女のそばに落ちていた。いろいろとありがとう、クライブ。彼女の遺体が帰ってきたら一緒に弔っておくわ。それじゃあ俺はもう行く。待って、あなたたちはオリフレムへ行くのでしょ。うちの乗客から妙な噂を聞いたの。何でもザンブレクの信仰シルベストルがオリフレムを捨てようとしてるんじゃないかって。どういうことだ。ザンブレクとウォールードはたびたび領土争いをしてたけど、今度の再軍備はこれまでとは少し様子が異なるらしくて、用心するに越したことはないわ。気をつけて。わかった、感謝する。ねえ、私のクロエを見なかった？うちで飼ってる子なんだけど、いつも一緒に遊んでたのにいなくなっちゃった。あなたクロエを探してくれない？ああ、探してやろう。クロエはどんな見た目なんだ？白くて綺麗な毛で私のお気に入りなの。それにね、おとなしくてお利口な子よ。なのにずっと帰ってこなくて、きっと小麦畑で迷子になってるんだわ。今頃お腹を空かせてるはずよ。ご飯を食べさせてあげなきゃ。なら急ぐとしよう。きっと見つかるさ。闇雲に探すわけにもいかないな。近くの村人に聞いてみるか。またベアラーなのか。ちょっといいか、聞きたいことがある。なんだい、ベアラーのくせに口の聞き方がなってないね。主に何か頼まれたのか。さっさと言いな。少女が飼ってるクロエを探している。この辺りで見なかったか。クロエ？ああ、村の子の。それなら風車小屋の周りをうろついてたけど、小汚くて嫌になっちまうよ。ちゃんと見張っておきなっていつも言ってるのに。あの風車小屋か。もういいだろ、さっさと失せな。おい、そこのベアラー、こっちだ。早くこっちに来い。遅いじゃないか、何をしていた。何の話だ。聞いておらんのか。わしの息子が魔物に襲われているんだぞ。早く助けに行くんだ。
わかった。すぐに向かおう。場所はどこだ？ほう、今度のベアラーはなかなか度胸があるじゃないか。息子はこの辺りの海沿いだ。いいか、しっかり魔物を倒すんだぞ。さっきの男、妙に落ち着いているように見えたが、ともかく何かあってからではまずい。奴の息子を探さなければ。誰か助けて！子供の声だ。待って、今助けるぞ。倒しちゃうなんて、お前何やってるんだよ。ベアラーなんて魔物にやられて壊れちゃえばいいのに、余計なことしちゃってパパが知ったら怒るぞ。どういうことだ？魔物に襲われていたんじゃないのか？うわ、ベアラーが喋った！僕はパパに言われてやっただけだもん。なんだと？また喋った！ベアラーのくせにパパに言いつけてやる。まさかこのベアラーたちは今の魔物に。なんてひどいこと。あの親子に詳しく話を聞かなければ。白いけど言っていた。こいつは違うか。あれは人が倒れている。一体何が？ベアラーの遺体か。いつまでも寝てないの？さあ、お家に帰りましょう。ほら、クロエ。なんだ、もう壊れちゃったの？ちょっと魔法使わせただけなのに。今までのクロエより可愛かったから大好きだったんだけどな。またお父さんが仕事で使わなくなったクロエをもらってこなきゃ。壊れたんじゃない。君の大好きなクロエは死んだんだ。死んだ？クロエも人と同じだということさ。君は父さんや母さんが死んで二度と会えなくなったらどう思う？嫌よ、悲しいわ。クロエも同じだ。大好きだった彼女にはもう二度と会えない。そんなの嫌よ。いいか、ベアラーは物じゃない。人と同じように死ぬんだ。クロエが大好きだったんだろう。だったら彼女の死をしっかりと受け止めるんだ。クロエ。
大事な買い入れ時だってのに倒れさないで立て、このベアラども。おい、そこのベアラ、息子から聞いたぞ。せっかく手なずけた猟犬を殺したそうじゃないか。そもそもなぜお前はまだ生きている。ベアラーはわしら貴族を楽しませるためにいるんだろう。ならさっさと死んで餌になっていればいいんだ。貴様ら、やはりわざとベアラーをけしかけていたのか。また勝手に喋った。パパ、やっぱりこいつ変だよ。最近奴隷商から買ったベアラーかと思ったが、よく見れば確かに知らない顔だな。おい、お前の主人に文句を言ってやる。主人を呼んでこい、今すぐだ。俺はノースリーチのマダムの用心棒だ。今は主人に命じられた仕事の最中だが、すぐに呼ぶか。何？マダムだと？彼女に立てつけば夜の帳が。一つ教えておく。ベアラーもお前たちと同じように恐怖や痛みを感じるんだ。いいか、命で遊ぶんじゃない。こんな馬鹿げたことは二度とやるな。パパ、こいつなんか怖いよ。ねえ、いくらマダムの奴隷とはいえ、ベアラーごときにあれこれ言われる筋合いはない。パパ、また猟犬を買ってよ。今度こそこのベアラを壊すんだ。ちょうど今別の魔物を捕獲させている。新しい奴が手に入ったらお前を殺してやるからな。まだ続けるつもりか。この様子じゃ殺されていたベアラーもあのまま捨てるつもりだろう。せめて人らしく弔ってやらねば。これまで一体何人が犠牲になったんだ。またベアラーの死人が出たのか。君はクライブだな。なぜ俺の名を。マダムから聞いてる。私もあの方の元で働いてるんだ。しかしひどいことを。彼らを弔うたびに胸が痛むよ。あんたがいつも埋葬しているのか。ああ、マダムの言いつけでね、放置された遺体を葬って回ってる。クライブ、よければ手伝ってくれないか。ああ、そのつもりで来た。これでよしと。そうか、君が猟犬を始末してくれたんだな。だが奴らは新しい魔物を捕獲させているようだ。まだ続けるのだろう。ベアラーの命を何だと思ってる。何とも思ってないさ。だからこんなに残酷なことができるんだ。金持ち貴族どもはベアラーを退屈しのぎに使い、死ねばゴミのように捨てる。だが少なくともあの貴族のくだらない遊びは終わるだろう。助けて、パパ！あの声はさっきの親子か。ほらな、野生の魔物がそう簡単に懐くものか。下手に近づけば噛み殺されるのがオチさ。それはベアラーも同じ。いつか牙を剥かれた時
人様はどうするつもりなんだろうか。まあ結果はどうあれ、ベアラーが無駄に殺されることが減ったのはいいことだ。ありがとうクライブ、これは俺からの礼だよ。俺は何も。取っておいてくれ、また君の手を借りることもあるだろうから。それじゃまたな。またベアラーが動く。あの黒い服のベアラー、見ない顔ね。遅くなった。こっちも今来たところ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が。安全だ。でもそれにしたってここは。それでどうするつもりだ。クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。秘密の抜け道があるんだ、後で案内しよう。詳しいな。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。バハムートのドミナントと勝ち合って、命からがら逃げる羽目になったが。シド、
マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となればどの国にとっても都合が悪い。だから声を上げれば異端者とみなされ消されちまうんだ。無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみればドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化、つまり死を意味するものだとしても。消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。マザークリスタルとクロの一体、ドミナントとベアラ、この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしないだろ。だがマザークリスタルの破壊は大罪だぞ。悪名が残ることになる。大悪と指導、いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル。美人の怖い顔は箔がつきすぎる。大悪党としてでも名が残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。私どうすれば。あなたマーサお抱えのベアラーでしょ。助けて。何があった。宿場に野党が押しかけてきたの。私は何とか逃げてきたけど他の人たちが心配で。お願い野党を追い払ってもらえないかしら。いいだろう、任せておけ。ああありがとう。野党はどこに。さっき酒場へ向かって行ったわ。大きな声がしたから中で暴れてるのかも。あの中には何人かお客もいたはずよ。どうかみんなを助けてあげて。おいおい、金も酒もこんなもんかよ。なんてしけた酒場だ。この宿に金がないなら、そこの傭兵、お前から金をいただくとしよう。ほら、有金全部出しやがれ。いつらか。Hurrah!
アリだ。これで終わりか。ありがとう。本当に強いのね。おかげで助かったわ。あんたが退治してくれたのかい？まったく野党ども、私の留守中に好き放題してくれたもんだよ。マサ、この宿場では傭兵団を雇っていたと思うが。ああ、ブラッドアクス傭兵団のことだね。俗領の駐屯兵は何もしてくれない。野党退治も商人の護衛も全部自分たちでやるしかないんだ。いつもは傭兵団を頼ってるけど、宿場の外の仕事も多くてね。こういったことに柔軟に対応できないのが悩みの種さ。そうか、難儀をしてるな。だからあんたが手を貸してくれて助かった。私から礼をさせてちょうだい。今回は本当にありがとう。さて、これから後片付けで大忙しさ。またね。おお、君が。この辺りか。さて、魔物を駆除しよう。全部倒したな、ロストウィン。もうじきブドウの収穫だ。魔物を駆除してきた。もう安全だろう。助かったよ。これでマスターにも顔向けできる。ほら、手間賃だ。受け取ってくれ。ここで作ったワインはロストウィングの貴重な収入源さ。ゴールトンルージュっていや、外でも評判なんだぜ。ワイン作りを始めたのはマスターの知恵だ。ベアラーたちもあれくらい近場なら働けるからな。役に立てて何よりだ。ああ、マスターにも伝えてくよ。ワインができたらあんたも味わってくれよ。
やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした。何でもない。それでこれからどうするんだった。ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。こっちだ、ついてこい。警戒しておけよ。ああ、分かってる。そうだ、行くぞ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。やっちまうか。騒ぎあったらしいぜ。ちんけなヌスットが忍び込んだとかって。おい、なんだあいつらは。さあ、ちょっと片付くぜ。あんたの抜け道はいつもこうだ。言ったろ、刺激が必要だって。ご苦労さん。まったく。あれは警備が厳しいな。クリスタルの運搬路か。抜け道はここで終わりだ。奴らを倒して進むぞ。賊が入るんだぞ。やれ、それがやれ、今すぐだ。
なすったようだ。死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。ふかしやがる。さっさと黙らせるぞ。くらえ！バカさ！
大量のエーテルを浴びてアカシアとなった者の末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。このエーテルは下の層から溢れてきてるな。まさか。地下採掘場だ。その先にマザークリスタルがある。ともかく急ぐとしよう。飛べって？いいとも。助かったぜクライブ。最後まで案内しろよ。分かってるさ。ご愛嬌ってやつだ。
Come on.
この先だが、なんだこの鉄格子は。同時に切るぞ。合わせろよ。面倒なもん作りやがって。そろそろマザークリスタルだ。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。